能形パーキングエリアです。まもなく来るのぞみ62号を撮影したいと思います。西鉄バスのバス停です。ここからで、外に出れますので、出てですね、そこが筑豊本線です。まもなくのぞみ62号が、博多を出発してもう7、8分になりますので、まもなく来ると思います。もういい時間だと思うんですけど、まあ、まもなく来ると思います。今のはのぞみ62号です。ここあんまり映りが良くないですね。はい、能形パーキングエリア付近を、探検してみましょう。はい、こういう風に高速バスに乗れるものですから、高速道路に一般道からつながってますね。こちら高速道路で、こちらが山陽新幹線の橋梁です。そこは筑豊電鉄です。あ、筑豊本線ですかね。そこですね。山陽新幹線の線路がずっと続きますね。こういう風になっております。そこは筑豊本線の踏切。ここは筑豊本線とオーバークロスする場所です。筑豊本線の踏切です。こちらが西鉄バスの、高速バスの乗り口、こちらからも行けるみたいですね。筑豊本線の駅が、そちらにあるみたいなんですけど、またパーキングエリアまで、能形パーキングまで戻りたいと思います。はい、次ののぞみ62号が先通って、のぞみ64号、博多駅を18時57分発です。まあ、それに間に合うように戻りたいと思います。今8両編成の N700 が行ったと思います。はい、博多行きの筑豊本線の普通列車が
ました。もう一発電車来るみたいですね。先ほどの列車は、普通列車の、折尾行きでした。のぞみ64号の撮影に間に合うように直方パーキングエリアに到着したいと思います。このように駐車場があるので、車を止めてバスに乗ることも可能かと思います。動物が入るので入ったら閉めてくださいとのことです。油断してるとこうやって新幹線が通りますね。早いですね。はい、辺りも真っ暗になってきました。Thank you.